皆さんどうも、T 島です。では今回もファイアーエムブレムエコーズ続き遊んでいきたいと思います。ということで、今回はセリカルートのこのミラの神殿ですね。こちらの方行ってみたいと思います。念願のミラノ神殿にたどり着いたセリカたち。しかしそこで目にしたものは、ありし日の面影もない変わり果てた神殿の姿であった。あれはリゲル軍。ミラ様の神殿がすでにリゲルの手に落ちていたというの？ミラ様はどうされてるんでしょうか。まさか。みんな早く中へ。ミラ様のご無事を確かめないと。あなたは？わしはドーマ教団の祈祷師ミカエラ。ミラの還元にすがる愚か者どもにドーマ様の偉大さを教えてやろうぞ。さあわしのガーゴイルの餌食となるがいい。みんな気をつけて。あの人は祈祷師だわ。魔物を召喚する気よ。お互いあまり離れずに守りながら行きましょう。さあ行きましょうかね。そうですね、まあ一番ちょっと邪魔くさいのはもうこの祈祷師ですかね。こっちは、あ、そうですね、こっちも召喚するタイプのやつですね。あとはもうこの弓兵ぐらいかな。さてじゃあ行きますかね。準備は万全よ。まあもうできるだけ、まあ即戦力っていうんですかね。まあ多分アーマーとかはちょっと相手が魔術師とかなんでちょっと使えないんで、もうそのまま置いていきますかね。であとはそうですね、回復役でジェニーですね。とりあえずはこの5人で攻めていきますか。ただジェニーもちょっとあんまり前に出しすぎると、このガーゴイルが、こっちか、このガーゴイルがどれだけまあ移動してくるかにもよりますね。下手したらなんか一回でやられそうな感じするんですよね。こっちはゾンビか。ちょっとこっちになんか狙いをつけてるみたいですね。そうですね、ちょっとこっちの方にセリカの方に来るようにちょっとおびき寄せますか。俺に任せておけ。うん、任せとけ。ぶっ倒してやるよ。でここら辺もちょっと攻撃範囲から外しといて、そしたら多分こっちの集団に来るはずなんで、おっと3姉妹の方に来ましたね。よし、ちょっと戦ってる間にじゃあセリカでこのスナイパーですかね。あーでも届かないな。まあいいかな。ちょっと倒せそうなやつを先に倒していきますか。
60% か。まあまあいけるかな。それでも倒せれないか。でそのままちょっとエストでとどめを刺しますか。まあエストがやっぱりちょっと攻撃力が2しか与えれないっていうのがね、ちょっとレベルを上げていかないといけないですね。おっとジェニーの方に来たな。お、一撃でいけるんだったらもうどんどんおびき寄せてセリカで倒した方がいいですね。クリティカル。クリティカル決めといて置きながら許してとは言わないわって、まあ、許してってもう倒してるんで言えないですわね。さてちょっと弓兵が微妙だな。いやここはもうちょっと先に倒しておきますかね。でそのまま行っときますか。お、あ、話ができるんだ。ちょっと会話しましょうかね。パオラ姉様。あら、なに？価値は。私ね、思ったのだけど、ここに来たのは確かに成り行きだわ。でも。セリカやみんなはとても気持ちのいい人たちだし、バレンシアの文化もなかなか興味深いと思うの。もっと楽しんでもいいんじゃないかしら。価値は、まあ、あなたにしては珍しいことを言うわね。そうかしら。私に気を使ってくれたんでしょ。でもそうね、あなたの言う通りだわ。どこにいても喜びを見つける気持ちを忘れないようにしなくちゃね。え、私も姉様が笑顔でいてくれた方が嬉しいわ。価値はありがとう。よし、じゃあそのまま待機ですね。それでジェニーはちょっと誰か回復させておきますか。まあ一番心配なのはやっぱりエストなんでね。まあとりあえずまあ鉄の盾は装備させてはきましたけど、ゾンビの方はちょっと一撃では倒せないみたいですね。でもまあ2回攻撃ができるんで、それにまあ命中率 100% だったらまあ外すことは まずないですからね。さてそうですね、ちょっとあ扉を開けるためには
多分内側から開けないといけないのかな。お、レベルアップ。ミラ様のご加護を感じるわ。お、ライナロック。ライナロック。究極の魔法、無数の炎で相手を焼き尽くす。消費 HP が10。一番高いですね。どんな魔法なんだろう。ちょっと使ってみますかね。まあ、ただ今使うとちょっと逆にピンチになりそうなんで、まあ、使える時が来たらちょっと試しに使ってみようかなと。弓で攻撃してくるのか。で、扉開けてそのまま突撃しましょうか。さて、あと残るはこのミカエラと、あとこっちの集団ですね。できるだけ、いや、エストは出さない方がいいかな。おっと、召喚してくるか。いや、ここはもう多分このミカエルですかね、倒せばこいつらは消えるはずなんで。やばい、これはこっちもやられてしまう。サンダーでもいける、エンジェルでも、あ、いける、ファイヤーでもいけるのかな。あ、ファイヤーでもいけますね。じゃあとりあえずちょっとファイヤーでいきましょうか。結構このスライム効きますね。わしを倒したところでもうどうにもならぬわ。よしよし、ガーゴイルは消えた。回復した方がいいわ。さて、ちょっとエスト、じゃあこっち、いや待てよ、ジェニーをここに待機させておいた方が。ちょっととりあえずリブロで回復させましょうか。結構なんかスライムの一撃が強かったですね。まさか16も効くと思ってなかったんで。よし、オッケーオッケー。私のことを守ってね。こっちにいといて大丈夫かな。あー、ギリ届かないんでちょうどよかったですね。あ、これ馬止めって移動できるんだ。またゾンビどもが。ちょっとここの妖術師はスライムを持ってるんで厄介ですな。で、あとはこっちの祈祷師かな。ゾンビをどんどん召喚してくるんでね、こいつらをなんとかしないといけないですね。届かないか。とりあえずここは一歩下がって、
まあ2、3体ぐらいだったらいけるかな。おお、かわされた。うわー、スライム撃ってきたか。お、危ない。ちょっとまだ残りましたね。16ぐらいか。おっと、みんななんか大名行列みたいになんか上にやってきたな。さて、そうですね、ここはそのままこっちに移動して、もうこんな感じ。まあ、ジェニーはまだ魔法防御が15ぐらいあるんで、まあ、ファイヤーとかですかね、使っていきながらどんどん片付けていきますか。このでもスライムを使うやつをちょっと倒したいんですよね、先に。6か、ちょっと微妙だな。倒しきれない。ただこれで外したらちょっと厳しいんですよね。60%しかないんで、ちょっとなんとかこれで持ちこたえてもらいましょうかね。そっちに来たか。そのままセリカに攻撃してくれたら多分倒せたんじゃないかと思うんですけどね。おっと、どんどん召喚してるな。よし、じゃあもうちょっと倒しましょうかね、先に。よし、オッケー。これでちょっとは脅威がなくなったかな。で、あと妖術師が3体と、あとスナイパーか。そうですね、こっちをなんとかしたいですね。ちょっと隙を見てパオラか誰かを向かわせますかね。少しもどんどん倒していってくれれば、まあ馬止めのところもなんかいけるみたいなんで、まあそうですね、外からぐるっと、まあパオラで回っていってもいいですし、まあ中の方ですかね、馬止めの方があるところから、まあセリカか誰かを、まあ、連れていってもいいかなと。まあ支援効果というか地形効果ですかね。あ、ていうかなんか今102って出てきたけど、99でカンストではないんですね。まあこっちの上からですかね、馬止めも地形効果30あるんでね、まあそれを利用して、あ、でもこの床も城の床も20ぐらいあるんですね。さて、ちょっと倒せる敵をどんどん倒していきますか。で、半端に残ったやつはエストで攻撃と。これくらい余裕だよ。で、どうしようかな。ちょっと一歩移動させて、
あ、祈祷師なんか攻めてこないなと思ったら、ちょうど攻撃範囲外にいたんですね。ただこれで多分一歩入ったんで、一人は来るんじゃないかなと。これでちょっと一度回復させてから、おっと弓兵が来たな。まさか移動してくるとは。よしよし、なんとかこのターンでこのゾンビども片付ければ、あの召喚してる、あの妖術師ですかね、あっちのところぐらいまで行けるんじゃないかなと。ああ、やっぱり動いてきたな。多分でもまあこの1体だけじゃないかなと。そうですね、あ、こっちは一歩までか。ちょっと微妙に届かないですね。あ、これで倒そうかな。ファイヤーで行きましょうか。オッケーオッケー。これでもう召喚はされなくなりましたね。で、リブローで回復させてと。で、あの弓兵は、いや待てよ、下手になんかトライアングル使ったら確か 10HP 減るんでね、やられる可能性がありますね。あっとかわされた。魔法でも60いくんですね。危ない危ない、降りてきたな。いつでも行けるわ。さて、じゃあもうこっちは普通に倒して、終わりよ。ミラ様のおかげだわ。じゃあこっちはちょっとトライアングルアタックもっとする前に、なんか会話が出てきてますね。ちょっと会話してみますか。エスト、調子はどう？パオラ姉様、うん、バッチリだよ。そう、よかったわ。でも無理をしてはダメよ。私やガチュアと違って、あなたはしばらく戦っていなかったのだから。そんなの全然平気だって。もう姉さまってば心配性なんだから。そうかしら。大丈夫大丈夫、任せて。ああ、エスト、まったく、すぐ調子に乗るんだから。お姉さんは大変ですな。さて、ちょっと一度じゃあリブローで回復させといて、やっぱり最後はちょっとトライアングルアタックで決めたいんでね。さて、そうですね、じゃあカチュアで行ってみますか。
あ、でも17か。倒しきれないな。まあいいか。よし、クリティカル。どうやらちょうど攻撃する人がセンターに来るみたいですね。よし、オッケー、戦闘終了。ミラ様がお守りくださったのね。勝ったわ。でもミラ様の神殿、きっと素敵なところだろうなって楽しみにしてたのに。ミラ様、本当にここにいらっしゃるんでしょうか。わからないわ。とにかく奥へ行きましょう。何があったのかこの目で確かめないと。あ、なんか勲章手に入れましたね。聖地奪還。さて、そうですね、多分これも両方ともセリカもアルムもこっちのミラの神殿と、なんか水門かな、なんか水門を開けとかどうのこうの言ってたんで、多分それをやったら3章終わりなんだと思います。ただあの、まあ、今回は多分これで一応終わって、でまあ、あの次ですかね、まあ、この水門とかあのミラの神殿入る前にちょっとやり残したクエストですかね、そちらの方ちょっと終わらせてきときますね。まだ全然あのここら辺の木こりの斧とかも持って行ってもないので、でいろいろなんか人探しですかね、娘を助け出してほしいっていう依頼とかも全くやってないので、まあレベル上げのがついでですかね。まあそのクエストもクリアして、であとミラの歯車だったかな、なんか記憶の破片かなんか、そうですね、2つあるんで、まあこちらの方とかですかね。まあ次回ちょっと戦闘はないかもしれないですけど、まあ神殿内部ですかね、探索して、水門の内部も探索して、であと さっきのあの記憶の破片ですかね、あれをちょっと見たりとかして、3章、まあ、次で終わりにしようかなと思います。なので今回はこの辺りで動画を落としさせていただこうかなと思います。最後までご視聴していただきましてどうもありがとうございました。それじゃあまたねー。